解放はあるの？ほら、うらついてるじゃない。まだ2日目なのに。そんなに疲れててどうすんのよ。ピンバッジはきっと見つかる。まだ時間はあるんだから、そんなに焦らないで。それより、あんたにぶっ倒れられたら、私はともかく、マユリが心配するでしょ。少しは、自分の体もいたわりなさい。はあ、分かってる。なんで僕がこんなことに付き合わなきゃいけないんだ。同感だわ。っていうか風強すぎ。ダル君はね、メタボだからもっと運動しておくべきだと思うよ。デブオタ上等。出発するまではさ、ただの時間の無駄遣いと思ってたけど、たまにはこういう時間も必要な生き物なんだね、人間って。私は
タイムリープマシンを作ってる方が楽しい。引きこもりが最強だと今日証明されました。二人ともグダグダだね。だらしないな。そんなんじゃ生き残れないよ。水は？自動販売機はまだ？今ならコップ一杯分の水のために人殺しもできそうだお。残念ながらこの橋を含めてあと二つ橋を渡らないとコンビニはない。そこまで辛抱しろ。マジで無理、もう無理。オカリン詳しいんだね。この辺来たことあるの？ああ、なんだった？ここまで来ればビッグサイトはすぐだ。あと10分もしないうちに着くだろう。その前に休憩を。そのままの格好でいると危ないぞ。体を起こせ。ちょっと休ませてよ。危ないんだと言っているだろう。分かった、分かったから。助かった。なんかね、今のオカリン未来が見えてたみたいだったね。 D メールでも使ったんでしょ。聖地よ、私は帰ってきた。人がいない時に来るのって初めてだよ。こんなに広かったのね。なのに小見間中は人で埋め尽くされるとかありえない。ファミレスあるべ。そこで一休みしようよ。帰りも同じ距離を走らないといけないのよね。それを考えたら鬱だ。スズハ、どうした？
ビッグサイト、生で見られて感動。2036年にはさ、ビッグサイトってなくなっちゃってるんだよね。より大規模な埋め立て計画の一環で、もっと大きなイベント会場がゴロゴロしてる。ドームだってあの辺に移転してきてるし。でもさ、さっき橋田イタルが言ってたけど、ここって聖地扱いされてるんだよね。コミマっていうすごいイベントがあるんでしょ。私の母さんもそのイベントに参加してて、そこで父さんと会ったんだって話してくれたよ。なるほど。お前の母親は不女子だった可能性があるな。だからさ、ずっと見たかったんだよね。ありがとう、若部凛太郎。ちょっとだけ父さんに近づけた気がする。なんで僕がこんなことに付き合わなきゃいけないんだ。同感だわ、はあ、うん、っていうか風強すぎ。ダル君はね、メタボだからもっと運動しておくべきだと思うよ。デブオタ上等。出発するまではさ、ただの時間の無駄遣いと思ってたけど、たまにはこういう時間も必要な生き物なんだね、人間って。私はタイムリープマシンを作ってる方が楽しい。引きこもりが最強だと今日証明されました。しないの、そんなんじゃ生き残れないよ。水は自動販売機はまだ。今ならコップ一杯分の水のために人殺しもできそうだ。お、残念ながらこの橋を含めてあと2つ橋を渡らないとコンビニはない。そこまで辛抱しろ。マジで無理、もう無理。オカリン詳しいんだね。この辺来たことあるの？ああ、何度もな。
ここまで来ればビッグサイトはすぐだ。あと10分もしないうちに着くだろう。その前に休憩を。そのままの格好で。よかった。そしたら通報しましたってできるのに。事故が起きたわけじゃないし、通報しても無意味でしょ。オカリン、僕よりガクブルしてるとかおかしくね？ああ、何しろスーパーハカーに死なれては我がラボは大打撃だからな。休憩は終わりだ、行くぞ。聖地よ、私は帰ってきた。人がいない時に来るのって初めてだよ。こんなに広かったのね。なのに小見間中は人で埋め尽くされるとかありえない。
ルシーはお腹空いちゃった。近くにファミレスあるべ。そこで一休みしようよ。帰りも同じ距離を走らないといけないのよね。それを考えたら密だ。岡部凛太郎？やっぱ具合悪いんじゃない？休む？
こ行くの？なんだよ。気持ちいいね。なんで僕がこんなことに付き合わなきゃいけないんだ。同感だわ。っていうか風強すぎ。ダル君はね、メタボだからもっと運動しておくべきだと思うよ。デブオタ上等。いい景色だな。出発するまではさ、ただの時間の無駄遣いと思ってたけど、たまにはこういう時間も必要な生き物なんだね、人間って。私はタイムリープマシンを作ってる方が楽しい。引きこもりが最強だと今日証明されました。二人ともグダグダだね。だらしないな。そんなんじゃ生き残れないよ。水は？自動販売機はまだ？今ならコップ一杯分の水のために人殺しもできそうだ。おやればいい。え？やってみろよ。
人殺し。ちょ、ネタにマジレスですか？ああ、マジだ。どうしてやらないんだ？やりたいならやればいいじゃないか。ちょっと岡部、あんたいきなり何言い出してんのよ。オカリン、そういうこと言っちゃダメなんだよ。つーか、オカリンなんでキレてんの？別に、コンビニが橋を二つ渡った先にある。そこまで文句言わずに耐えろ。げ、そうなん。意外と距離あるな。僕はサイクリングをやめるぞ。うわ！なんなんあのトラック、ふざけんなよ。ナンバー見とけばよかった。そしたら通報しましたってできるのに。通報しろよ。教えたぞ。ほら通報しろ。オカリン、僕になんか恨みあんの？お前が通報したいと言うから通報する機会を与えてやっただけだろ。確かに橋田のだらけた態度は良くないけど、岡部も感じ悪すぎよ。仕切るな、委員長ギャラ。あ、何よ。喧嘩は良くないよ。ダル君は無事だったんだし、めでたしめでたしだよ。ね？通報しないのか？まあ、今回のところはこれで勘弁してやるっつうことで。
あのさ、あるテレビ記者が雪の町に取材に来て、そこで時間の連鎖に絡め取られちゃうって映画なかったっけ？恋はデジャビューだったかな。私にとってはすごく古い映画なんだけど、私がいた2036年ではさ、セルンの検閲があって、新しい映画はどれもこれもつまんないんだよね。だから古い映画ばっか見てた。恋はデジャビューもそのうちの一本。知らない。あの映画、私は納得いってないんだよね。だって主人公が特に何かしたわけでもないのにさ、時間の無限ループはきれいさっぱりなくなっちゃうじゃん。で、主人公は善人になってハッピーエンド。なんかいまいちな脚本だった。今の君、ううん、今の私たち、映画と同じ状況に置かれてるんじゃない？なんとか言いなよ、岡部凛太郎。君はこの世界を知ってる。そうでしょ？私はこのビッグサイトを今初めて見た。でも私がビッグサイトを見たのはこれが初めてじゃない。言葉遊びか。私たちは前にもここに来たんでしょ。君は何度も今日という日を経験してるんでしょ。一体何度目なの？答えて！今の君さ、死んだような目をしてる。わかるんだ、その目、私がいた2036年の人たちと同じだから。岡部凛太郎、私を見て！心を殺さないで！マキセ・クリスが完成させる予定のタイムリープマシン、それを使って君は何度もこの時間をループしてる。そうだよね。だから、なんでこんなこと。さあな、もうその理由もどうでもよくなってきている。君は何から逃げてるの？そう、確かに逃げている。逃げ込んだ、マユリを殺させないために。それは私が1975年へ飛べば解決されることで。いいや、お前は失敗する。そして孤独な25年を過ごした挙句、首をつって死んでいくんだ。え、何を。だから俺はこのループに逃げ込んだ。マユリもお前も死なせないために。この2日間を繰り返してさえいれば何も変わらず、誰も死なない。
俺はその繰り返しを受け入れた。それは君の主観だよ。世界は君に関係なく未来へと続いていくの。君がこの2日間を何千回何万回ループさせたって、椎名真由里が死ぬことに変わりはない。根本的解決にはならない。俺は別に根本的解決をしようなんて思わない。いつまでもこのループを続けるつもり？そうだ、それを受け入れた。何が受け入れたなの？自分がおかしくなり始めてることに気づいてないの？おかしくなったとしても世界は続く。2日間のループは続く。俺がおかしくなってもループは止めない。時間の止まった世界でこのまま生きていくことに耐えられるの？君はこの輪を永遠に終わらせることはできないんだよ。肉体的には死ぬことはない。でも岡部凛太郎、君の心は死に始めてる。だってしょうがないだろう。俺には誰かを無慈悲に犠牲にする覚悟なんてないんだ。真由里も鈴葉も仲間だ。どちらも失うわけにはいかない。私は首を吊って死ぬって本当？ああ。 IBN5100 を手に入れるのを失敗するのも？ああ。岡部凛太郎、だったら一緒に行く？何？一緒に行くかって聞いたの。1975年へ。俺が行ってどうなる？私が失敗しないように助けてもらう。あるいは未来を変えるための別の方法を探す。できるのか？世界線はもしかするととんでもない方向へ分岐するかもしれない。あるいは君の知ってる世界じゃなくなるかもしれないし、みんながラボメンとして君の仲間になるかどうかもわからなくなるし、そもそも椎名真由里も橋田イタルも牧瀬クリスも生まれないかもしれない。生まれたとしても違う名前を付けられるかもしれない。でも1975年なら2010年のアトラクタフィールド大分岐に到達するまで35年もある。どうやればいいのかはわからないけど、世界線を変えるための準備期間はたっぷりできるよ。それでもいいなら一緒に行かない？うん。本音は誰かに一緒に来てほしいんだ。私は失敗するとわかっているのに飛ぶのは嫌だよ。それこそ犬死にだもん。だから一緒に来て。
私を助けて。それに今の君を見てられない。君をこのループから助け出したい。このループを続けて心が擦り切れるのを待つ。それは来るはずのない終わりで、その終わりが来ればさ、また時間は動き出すんだよ。君の心が完全に死んだ時、椎名真由里は予定通りに死ぬ。私は予定通りに失敗し首を吊る。君は緩慢に自殺をしようとしてるだけ。そんなことするぐらいなら一緒に来て。私を助けて。俺は行くよ。お前と一緒に行く。連れて行ってくれ。サンキュー。ごめん、ずっと気づいてあげられなくて。何度も言うようだけどさ、タイムマシンは一方通行なんだ。行ったら戻ってくることはできないよ。それでも一緒に行ってくれる？お前こそ大丈夫か？おそらくかなり高い確率でタイムトラベル後の俺たちは記憶を失う。私が記憶を取り戻したのは24年後だったよね。でも今回は君がいる。何かが変わるかもしれない。希望的観測だ。じゃあ降りる？私は降りない。もう覚悟はできている。みんなにはなんて説明したの？別れは告げてきた。なんかさ、駆け落ちするみたいだね。後ろめたいことは何もない。むしろ俺は鈴葉に感謝している。お前が誘ってくれなかったら俺は今もあの輪の中で死んだまま生き続けただろう。ありがとう鈴葉。これから一緒に未来を変えるために
戦うぞ。